エピックラジオ、はい、あ、ひとみん、は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 い、オッケー、サンチェス、あらら、オッケー、バッチリ、セーブテンゴ、よいしょ、クリーナーゴーフォン、じゃあ、ライブ開始します。はい、お願いします。お願いします。エピックラジオ始まります。ぜひツイキャスにご参加お願いします。サンチェスさあ、テーマニヤニヤです。はい、ニヤニヤした話送ってください。残り20秒です。ニヤニヤです。テーマニヤニヤです。はい、もう始まってる。いやいや、まだです。ヘッドホンしてください。10秒5 4 3 2。エビックのびっくりラディオ。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社エイビック、片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。さあ、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社エイビックで知り合った4人のメンバーが金曜の19時にお届けするラジオの中のテレビ局、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみ高見とバナとヒタミンとサンチェスでお送りいたします。はい、今週のテーマはニヤニヤした話。わお、思わずニヤニヤした話、普段顔からニヤニヤして困ってるっていう人の話、ニヤニヤが止まらないあなたのお話をお聞かせすく、おし、お聞かせください。すいません。はい、月1コーナー、サンチェスのぐちょぐちょのコーナー、ぐちがたまってあんなとこやこんなとこがぐちょぐちょのあなた、ラジオ界のクリスぐちゃねことサンチェスがあなたのぐちを何でも聞きます。ここでズバッと突出しましょう。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール abic@fmgino1.com avic@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧くださいね。それでは、びっくりラジオスタートでーす。間違った。ちょっと待ってよ。いきなりエンディング。はい、どうも。噛んでニヤニヤ。今、愛嬌もありがとうございました。音楽を間違えてニヤニヤ。終わりましょう。今ありがとうございました。なんてハプニングだ。待って。はい。ということで、うん、エビックラジオ始まりました。始まりましたよ。エンディングの曲流れたけどね。すごいですね。どんなラジオよ。早さよ。早いですよ。2分やって終わり。だからよ。何のやる意味もないでしょ。シングルの隣がエンディングだったんだ。いやいやいや、大丈夫です。ということで、はい、10月も中盤に入ってきまして、ね、もしかしたらね、来週、ハロウィンの準備をしてる方もそうだよ、いるのかなと思いながら、もう来週か。そうですよ、来週ってまあ30日でした？31日ですか？31でしょ。31か。そこは31でしょ。ですけど、エビックメンバーもやるのかな。楽しみだな。みね、どうなんだろうね。カーネル・サンダース楽しみだな。うん、3回やってますだからね。1回、2回目は触れて、3回目は何も触れずっていう、やってるけど。次やったらもう、何回やるばってなるよ、うんうん。ということになってますが、皆さん、最近どうですか、うん、なんか、うん、変わったことっていうか、なんかありました。変わったこと？俺は、うん、あの、本当にお恥ずかしながら、うん、回転寿司の、くら寿司初めて行ったんですよ。うん、へどうでした？あれ、くら寿司行ったことあります？あれよ、なんか、なんか蓋されてますよね。あ、カプセルみたいなやつ。カプセルみたいな、わかります？うんうんうん、俺、あれを初めて
でお皿もか要はもうあのどんどん重ねないで、うん、勝手に片付けてこう入れるってあれくら寿司だっけ？あのゲームできるやつ。そう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 。は何それ知らなかった。ガシャポンみたいなやつができるんだよ。そう今はだから皿入れたらそれで数えて金額とか。あすごいね。そうそうそれ俺感動して、うん、すごいだろう。すごいな日本のこれはくら寿司の力だ。2016年度レストランのその要は顧客満足度ナンバーワンみたいなやつもやっててくら寿司さすがだなっていう。ねすごいね。あのお皿のシステムはすごいなと思って。そうそうそう、うんうん、楽だね楽、うん、そうあれでもっと確率下げていいんであれでお寿司一皿プレゼントとかしてくれたらめっちゃ嬉しいのに。まあねあまあ、うん、もう俺なんてハローメロディーなんていうかマイメロディーマイメロディーの伴奏こうとか、はいはい、ハローメロディー新しいや危ない危ないマイメロとかのもう女の子ねだったら嬉しいけど、うんうん、それ当たるよりはなんかこう、うん、引き換え券とかだったら嬉しいなとか思ってぜひお願いしますくら寿司さん。パチンコやりたいはくら寿司でなんでよこのお皿入れていったら CR くら寿司何回か回せるみたいな。あでもその時もスロットありましたよ。スロットでよく揃ったらスロットあるでしょ、はい、そのパチンコ要素をもうちょいちょっと出してほしいな。え1回入れたら1回転するってことですか。そう1回転でもうお客さん食べるさ、はい、当たりたいから、うん、はい、まあ、大体 3.5 換金率ぐらい。パチンコ行ってもらっていいですか。パチンコしに行ってる寿司屋さんないでしょ。パチンコ行ってお願いしますくら寿司さん。お願いします。くら寿司の日人聞いてないでしょ多分。そして分からんよ聞いてるかもしれんしね。そうなのかな、うん、よろしくお願いします。大人のくら寿司希望です。意味が分からん。そしてあいるかも。終わったかと思ったのに続けるんだけど。大人のくら寿司今日のお客さんそういえば、うん、領収書にくら寿司とか書いた気がする。へえ、そうだったんですね、うん、まあでもまあラジオ流してたら聞いてるんじゃないですか。どっちが採用されてるか、うん、そうだね、うん、パチンコどっちがってパチンコやっぱだからまあまあ、うん、なんでパチンコパチンコうるさいですか。パネルとパチスロくら寿司よろしくお願いします。出るか。あ子供絶対来れないよね。来れない連れて来れないですよね、うん、まあそんな、うん、ねパチンコの話で持ってかれてるけど。いや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 。ということでコメントもちょこちょこ来てますけど、うん、来てますか、うん、はい。ハッチーさん。ハッチーさん。おこんばんは。おこんばんは。こんばんは。こんばんは。サララ、あ、アララガマサイガーさん。サラライサイガーみたいな。久しぶりだから噛んだ。いやいや、いいですよ。アララガマサイガーさん、久しぶりです。皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。はい。サンチェスさんが沖縄ハーフ芸人ニッキーに見えて仕方ない。ああ、なんとなくそういえば。見えます。今日なんかそんな感じに見える。マジっすか、うん、あ、言われてみればね。うん、そうです。確かに。ニッキーさんは、アメリカの方とハーフですか。アメリカ人と日本人のハーフ多分そうだと思います。あ、まあ、あっちはできるハーフですからね。え、どういう意味ですか。俺はできないハーフなんで。何がですか。この力量がね。いや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 、そんなことはない。いけます。いやいやいや、うん、俺ただのうちなんちだからね。やっちもですよ。いや、あっちはちゃんと英語も喋れるしペラペラだから。切れてましたね、そういえばね。俺おいっ子にね、ペーぐらい、ペペラペラのペーぐらい。ラーまで行かない。マジそこまで。なんだろう、こんな惨めな話。だから言ってるし。あ、そっか。じゃあもう逆に言うとほら、ハーフってなったらもう喋れるって思われるっていうこの先入観が嫌ですよね。それが嫌だね。ね、一番ね、やっぱり絶対喋れると思われますもんね、うん。そうですよね。結構スペイン人とかから話しかけられるから。うんうん、絶対そうでしょ。ああ、うん、それが辛い。うん。なんて言うんですか、そしたら。俺ハローっていう。急に。あ、これ喋れないなってなりますね。なるけど、あっち、薄間さんもスペイン語で、あ、ラミニーナナトラケンタプラチェネって。おー、ハロー、ハブグッデイ。全然分かってないじゃないですか。全然分かってない。もうゼロですか。な、ちょっと分かりはするけど。どれぐらい、もうそれはパーセンテージで言うと。大体パーセンテージ全、もう。6% ぐらいじゃない。低っ。6% なの。せめて 6% だよ。せめて 7% 言ってください。いや、ゼロじゃないから。ゼロじゃないから。6% できたらいいでしょ。すごい、ギャラリーさん今日も遊びに来てますね。嬉しいですね。おなじみのシグナスさんと、はい、あと、なんと、うん、台湾からですね、はい、旅行にいらしている、張さんって方が、張さん。今日は初めて、宜野湾に遊びにいらしてます。すごい。こんばんは。さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。日本語はペラペラ。あ、もう上手ですね。すごい。うん。今日こっち来る前にちょっと、お話ししてきたんですけど、はいはいはい。沖縄6回目だそうです。へぇー。ヘビーユーザーだ。すごい。
いつもどこ行くか知りたいな。い ね, ね台湾人の中で沖縄の観光でどこ行くのかなんか知りたくないですか。意外にマニアックっていうか、ここなんてここ人気で行列できてたりするとびっくりしません。ビビ沖縄だったら日本人全然並んでないのに、ね、ラーメン屋さんとかありますよ、はい、そうですね。だからそこなんか聞きたいんですよね。な、うん、口コミでなのか、うん、マップでも載ってるんですかね、ここに絶対行った方がいいとかね、うん、多分載ってるんだはずよ。大体載ってるでしょうね。なるほどね。あの沖江通りのね、蕎麦屋さんダンボですね。ダンボね、うん、あそこめっちゃ並んでる、ね、あっちやばいよね。なんで並びすぎでしょってぐらい。他のラーメン屋さんも同じだったら納得するんだけど、5、6に行った方が早いよって。多分すごい台湾 の, そのすごいブロガーの人が、うん、ここマジやべって言って、そう多分そうだと思うんですよ、うん、ドーンって言ってると思う俺は、うん、あそうそうそう多分ね、うん、分からないけど多分ね、多分いや本当多分でしょうね。だって分からないですもんね誰も。台湾語でハローはなんて言うの。分からん。タチャハオ、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 あお合ってるそうです。合ってる。タチャハオすごい。もうそれしか言わないですよ。何で分かったんですか。あチャゲアンダスから台湾行った時、あそこから、うん、こっからチャゲアスに繋がるとは思わなかった。すごい。すっげー。台湾のお土産もいただいたんですけど。ああ、本当いただきました。美味しかった。美味しかったね。美味しいですね。あのね、うん、パイナップルのね。そうそう。うん、なんかチンスコーをすごいホロホロ柔らかくした感じ、うんうん、で中にパイナップルのあんこが入ってて。うん、大好き俺そういうの。美味しかったね。美味しかった。美味しかったね。美味しかったね。この区切り方何？美味しかったね。はい。ということで一応メールも1通来てるので読みましょうかね。はい、ありがとうございます。お願いします。俺読みますか？どうします？読みます？じゃあ読みましょうかね。はい。はい、じゃあお願いします。あ、久しぶりのラジオネーム大工さんから。大工さん ありがとうございます。ポッポー。今夜のテーマはニヤニヤした話。はい。思春期真っ盛りの高校時代に授業中に居眠りしている友人の耳元で当時男子の間で人気になっていたエロボイスをエンドレスで聞かせていたらニヤニヤしだして、うん、休み時間に行ったら休み時間に行ったら席から立てなくするいたずらをしょっちゅうやっていたの。そういうことか。これ確かに絶対瞳は分からないですよこの状況。なんでこうなってるか知らないでしょ。知りたいかい。もうちょっと待っといてよ。何何ちょっと待っといてよ。なんで今は立って今別に立っていいですよ。立っていいですよとか。なんで今興奮してるんですかマジで。それ聞いてそれ聞いてちょっと立てないですね。そうそう、この大工さん私 の, あの、はいはい、知ってる人なんですけど、うん、まあ工業だったので、うん、女子クラスと男子クラスがあったんですよ。はいはい。男子クラスだったもんだから多分。分かれてるんだ。そうそうそう。うん、悲しいそれ。生きていけるの ?3 年間。いや、こうやって遊んでたから生きていけたんじゃないですか。はい、ちょっと大丈夫なんだろうね。わー、マジか、バカばっかりだったな。では時間まで縛りよーとのことです、うん。ありがとうございます。これね、うん、本当に分かる。思春期だからね、なんでこのタイミングでなんでこうなるのっていう時があるんですよね。あるね。なんでこのタイミングでみたいな。そう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 。うん、俺は気にせず歩くっていうブームがあったよ。すげえ。ポケットに手入れませんでした。ポケットに手入れる時もあるし。入れて、ね、ありますよね。壁際を向いて、うんうん、ひたすらトイレまで行くっていう。あ怪しい。まああと本とかね手持ち移動教室だったらそうそうそう教科書とかで意味わからない位置でなぜか腕をうまく振れないみたいな、ね、そうそうそう。あったな。大変だね男の人って、ね、今だったらなんか堂々とほらトイレでできるけど、うん、なんかあの時って台とか何ができるわトイレでトイレ台とかあの時ほらなんか結構ネタになるからみんなこそこと言ったみたいな感じと一緒です、うん、あそれは女性あるのかな。ないかないよ一緒だからね。ないわ女性は。台も書も一緒だからそうなのか、まあ、元気だからね。今でもあるよね。何が今でもあるよねそういう時って。いや今はもうなんか心情的にもう堂々と歩くっていうのが一番不自然じゃないんですよ、うん、要はなってるけど、まあね、堂々と知らんパーして行くっていうのがだって歩き方で分かるじゃないですか。なんかこの人おかしいなって見られるんですよその時に。分かるそれ。俺は分かります。でも分かるよ能力者だな。っていうか学生の頃大体もうこいつ遅くまでなんでみんな移動教室で教室にいなくなったのに一人だけポツンといるのかってなったらもう大体そうだなって思うじゃないですか、うん、後から遅れてみんなの視線を浴びないっていう方法を取ってるやつだなっていう、はいはい、なるでしょう。あるね。ありがとうございます。ひとみがニヤニヤしてくれて今日のテーマにぴったりでございます。ぴったりだね。はい、そんな話を募集してますので。好きに危ないよね。好きにのジーパン。あ、逆に大丈夫なんじゃないの。いやあれスキニーのジーパン履いて、あのライカムとか歩いたらもうやばい、うん、あそう前言ってたな。もう前も言いましたけど。あその時になったらどういう風にポジション取ります。もうこうっていうか上に上にっておかしいか。なんだろう、セルフィー持ってますよみたいな。セルフィー、セルフィースティックあるさ、うん、あれポケットに入れてますかのごとく俺は普通に歩く、うんはい、でも見たらおかしい。
いや、おかしいでしょ。毎回見たらおかしい。ポケットに入るセルフィーはあるの？ないけど。極太やな。スキニーパンツにセルフィーを。下手くそ、ごまかし方下手くそ。ある意味スティックだからね、うん、意味わからんしまとめが。そしてもうそれでいろいろと思い出しますね。はい、うん、ですね、はい、もうギャラリーもそれで興奮したということで、うん、誰も席立てないですから、ね、今ね立てないから、ね、立てないですか誰も。そういう意味でということで、はい、いきますか曲、うん、もうちょっと早いですけど、そうですな、タイミング的に行きましょう、うん、今日がですな、ニヤニヤっつうことで、はい、ニヤさんの、はい、曲を持ってきました。なんか、あら、違うんか、チャリーじゃないんですか。漢字、漢字表記の。はい、漢字表記の、うん、津軽三味線。へぇ、深海お聞きく。あら、ほうほう。ニヤニヤじゃないんね、そして。ん？あ、こっから始まるんですね。へぇ。メールですね。シグナスさん、皆さんこんばんは。こんばんは。サンチェスさん。アララガマサイガーさん、サンチェスさん、なんかすいません、さっきのいじりですね、ニッキーさんいじり。謝らなくていいですよ。大丈夫ですよ、もう慣れてるんで、だいぶ。あ、ハッチーさん、この時間、番組聞きながらニヤニヤしてるぞ。いいね、ありがとうございます。いいですね、いいですね。でも、そろそろさ、あれだよ、あのステッカー作らんとね。そうだね。あ、そうですね。え、びっくりラジオ聞いてますって。やっちゃった。持ってこようとしたのに、デザイン。かっこいい。聞いてますやらないとさ、この時間ニヤニヤして走ってるギノワン市民いっぱい出てくるんですよ。そうだね、それいいね。ケインさん、どうもグッドイブニング、今バイト終わったので移動しながら聞きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、じゃんじゃん聞いてください、うん、いいですね、三味線、うん、いいね、深海っぽさが現れてるね。いや、もうこれジュニアがこんな感じなんでしょうね。ニヤ、あの興奮してる時はニヤにしようかニーヨにしようか迷ったけど、やばいね、ラジャレっすね、もはや、うん、まあ、こんな感じで、ね、なんかフリートークからうまくテーマに結びつけられたらいいんじゃないですか。いいね、いいね、まあ、こんな感じでやっていきましょうよ。ニヤニヤ、今回のテーマなんか緩くていいね。緩くないけどね、あの、うん、オープニングって打ち合わせの時のニヤニヤは本当に、うん、本当にひどかった、ひどすぎてあれは喋れない、うん、さっきのね、ひどすぎた話よりももっとすごかったね。チュッパチャップスの話がひどすぎました、うん、ちょっとこれフェイスタイムしなくてよかったですね。だから動画流そうと思ってたから、かなりやばい話になってました。男性が好きなやつね、うん、だって誰もあのやめとこうってならない3人だから誰も要はそこを乗り越えていこう、乗り越えていこう、だんだんエスカレートするからね。そうそう、それについていこう、ついていこう、否定する人見え、ついていこうとは思ってない。まあ、まあまあまあ、あの本当に悲しい目で見てくるよ。男もう優しい目じゃないね、もう呆れた。こうやって人って諦められた時の人の目ってこんな感じなんだよ。そんなことはないよ、全然。いや、逆にそうじゃなかったら、人民の人格を疑う。正常ではない、まあね、女の人の立場で正常ではない。聞き流してるよ。そうね、うん、そうそう、慣れもあるね、うん、慣れはないでしょ、あれ。慣れもあるよ、最近かなり慣れてきて、珍しいなと思う、なんか普段聞かないから、こういう会話。あ、なるほどね。だからちょっと得だなって思う。男さんに喋ってる中になんかいるって感じですね。隠れてなんかこっそり聞いてるみたいな、ね、そう、逆にさ、女性同士のそういう下ネタをさ、あ、聞けたら面白いんじゃない？そうかも。リアルそう、女性はリアルそうなのよ。すごいだけど、どういうのを使ってんのみたいな。わかんない、多分そんな話はしたことない。そんな話はしたことない。でもそれ男性的なじゃない。極太まるまるみたいな。言わんけ。何がまるまる。いや、何も見てないですよ。じゃあ何も言ってないからね。だからさっきのスティックです。だからスティックで。卑怯だなってそれ。学部とまるまる。ドラえもんまるまるがしたいからまるまるしてよ。女なの？みたいな。わかんない。いや、だから主語も述語もないから大丈夫っていう。すごい振動もあるじゃん。ひどいね、このユースト。ユーストとツイキャス。差が激しすぎるな。ひどすぎる。いや、でも隠すところは当たってますよね。逆に低いさ、ホニャララ言ったらもう引くでしょ。引く。これは正解なんだよ。カタカナ4文字です。あー、面白い。カタカナ4文字。4文字じゃないでしょ。あ、おー、あー、違う。のーってです。あー、あーです。あーです。終了。あーです。あ、ステッカーめっちゃ欲しいって。そうですね。お、1000円ですけど買えます？高いな。ギャラに来てくれたらあげるやつじゃないんですか？ちょっときっかけ作ってコマーシャル行こうね。冷静に思ったけど、今の話アウトじゃん。アウトでしょうね。まあ、放送のためから、はい、いきます。はい、お届けしたのはニアの深海でした。コマーシャルの後もまだまだ続きます。あら、
エイビックの後 CM なんですよ。あれですね、全然。そう、CM の後、まあ、なんかテーマについてまだまだ募集してますぐらい、うんうん、あ、そっかそっか。いいかなと思います。フリートーク。全然大丈夫です。エイビック終わってから。来週のテーマのことも触れ、あ、そうですね。それ、お願いします。うん、CM。あっちーさん、こんばんは、見てます。こんばんは。あ、ケインさん、ニヤニヤしたこと、エイビクリラジオのアーカイブで CM 明け前のラッパリくんのイラストを見てニヤニヤしました。あー、あー、あれね。あの、録画のやつね。収録でやったやつ。はいはい。もっと増やした方がいいんじゃないですか、ラッパリ。だからね。来週コーナー俺じゃないですか、うん、考えてるんですよね。やっぱりラッパリと一応妄想2つ、あと10秒。時間でまとめるの。はいはい。いいね、やろう。次エビク紹介。5、うん、3、2、1。はい、始まりましたエイビックリラジオということで、次はエイビックリのスポンサー紹介でございます。大丈夫かおい。エイビックのね、エイビックリのって俺から始まると思わなかったですね。だから喋り出してもバラさんからやると思ってました。だからね、びっくりしましたから、ごめんなさい。今週の紹介ですけども、はい、まあニヤニヤということで、はい、ニヤニヤする話をしようかな。ここですか、うん、マジですか。あ、お得情報ですかね、じゃあ、うん、お得情報。あら、今週のウチナーナンバーワン、まあ本編はひとみんが出てくる自由の女神と、あ、はいはい、あと大城ゆきちゃんが出てくる部分と、信号と信号の感覚きちゃん、うん、の2本立てでございます。なんだろう、はい、でですね、はい、いつも皆さん番組の提供クレジット、この放送は、はい、どこどこの提供でお送りしますとか、はい、お送りしましたとか、そういう場面をまあ聞き流してるというか、うん、さらっと見てると思うんですけど、はい、あれそこはですね、本編で使われてないボツカットなど使ってるんですよ。へえ、うん、バックってことですか。あ、そうだそうだ、バック映像が、うん、ああなるほど。先週もだからひとみんが葉っぱの傘で歌ってるシーンかな。はいはい、あ、前持ってきたやつですか。あ、そうそうそう。あ、なるほど。やっとあれでリンクしたよ。うん、よかった。なんで草持ってんだろう。ボツかい。言われた周りにも、なんで草持ってんのって。ボツ大丈夫かな。母親にも言われた。そうそう、あ、持って帰ったの。え、持って帰った。しましたよ。まあ落ち込んだからでしょ。なんでよ。それで。で、はい、今週のですね、提供クレジットのバック映像ですね。うん、あら、なかなかニヤニヤしますね。何、ポロリですか、パンチラ。若干ポロリですよ。マジ、アウトですか、アウトでしょ。誰の誰の誰の、あのね、ひとみんが、はい、自由の女神、あのダチョウの時の、ダチョウの卵の、あ、そうだ、はい、でっかい卵の時の、そうそうそう、はいはい、そこを先っちょ触るっつってこうグッてやってる、はいはいはい、グッて手を伸ばして、はい、だから脇とへそが全開のシーン、脇へそ全開。お腹大丈夫でした。今やってもらっていいですか。ポヨッとしてるからさ、若干ね、若干ポヨッとなってた。だから確認証、やばい、確認証だ。これ載せないで。処理が必要だから。もう納品、マジ、もう納品しちゃったよ。やばい。え、どうしよう。デリケートなの。ポヨってなってるでしょ。もう気抜いてた。意外に俺そういうの好きだからいいですよ。やだ。なのでぜひ番組の最後の最後まで見逃せないです、ね。これもやばいよ。意外に美味しいシーン使ってる。実は計算してしてやったりかもしれないです、ね。いやいやいや、気づかなかった。寝てるね、はい。ニヤニヤさせましたね。またポロリさせようぜ、高見。はい、いいポロポロ行こうぜ、はい。俺らのポロポロも口からなんでもうやばいですよ。ポロ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 だよ。何が？あ、男性さんに合わせてね。ああ。ポロ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 。なんすかその先のうんこみたいな感じは。ラッパリのうんこかな。ヤギのうんこみたいな。じゃあポロリ俺全然大丈夫なんで。よろしくお願いします。ボールだったら大丈夫かも。じゃないか。ボール？俺は捕まりたくないんでやめておきます。OK 。なので、はい、明日、11時15分からうちのナンバーワンと、その前の10時50分からのスマイル染まるキッチン、ぜひご覧ください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、FM ギノワンから 79.7 メガヘルツでお送りしております、エビックのエビックリラジオ、うん、テーマニヤニヤした話になっております。ニヤニヤ、まあ、CM 中もねニヤニヤした話してますが、ね、はい、とても FM の、には載せられない話、ね、載せれない話をしてますね。
ひどいドラえもんのモノマネ。これスポンサーさんかジョーケンさんとエイビックだからできる話なのかなと思いましたけど、うんうん、ダメでしょ。許してくれるからさ、ジョーケンさん。もう だって怒られたことないからどこまでも言ってますよね。俺たちは一個怒られた方がいいんじゃない、うん、俺たちは人目もっといけって怒られます。俺らじゃなくて逆に。あ、私が？なんでもっと聞いてって。嫌だよ。もっと言うことあるでしょ。うん、楽しいよって一言言ってくださいね。どこまで OK かはでも知りたいね。うんうん、聞かない方がいいですか。聞いたらもう多分俺ら誰も喋らなくなりますよ。そんなにな。怒られて。怒られて。制限があった方がちょっと興奮しない。ああ、ニヤニヤね。わかります。表現のなんかこう。ありますよね。ありますよね。聞いたら私に聞いた今。だけどいろんな制限ってほら、うん、自由すぎても。うん、そうダメだ、なんか普通の話にはつなげられそうにない。今絶対目隠しとかそこら辺だ。あ、でもだからそれあるんじゃないですか。そこクイズだよ。なんで私に振るの。いや、普通の話はそういう話ないかなと思ってます。俺らはもうとても広げられないんで。メールはね、来てないしね。来てないね。怖い来てません。でも普通に、うん、なんか昔だったら、うん、なんかね、ちょっとテレビとかで、うん、映画とかでもちょっとそういうシーンあるじゃないですか。ラブシーンみたいなのあったら、うんうん、父親母親がちょっと気まずくなるとか、うん、あーあったあった。でもその時見たいけど、うん、ね、見れないとかそういう時とかね、うん、ニヤニヤあれニヤニヤしてた？ニヤニヤ？あのシーンが流れた時ニヤニヤしたかな。ニヤニヤ、あ、でもコマンドだったかな。何？あのコマンドわかります？シュワちゃんのコマンド、あれホテルをバババババって襲撃した時にめっちゃもうそのホテルのベッドで男女がキューって言って、はいはい、なんですけどがっつりもうボロンってなって、ボロンってなってるよね。それをあの一時停止をこう微妙にこう微妙に繰り返した。本当に一緒なんで、そこをそう駒奥にこうやってこうブリンブリンって動いてるキューってこうのをなんか友達やってた記憶がある。男性はやるよね。あ、そういうのでも俺やこういうのじゃない。本当急ですけどね。ニヤニヤ、うん、そうそうそう、あるある。昔は大変だったね。うん、でも私もそれやったことあるよ。マジか。あるの？私は違う目線なんだけど、女性の胸の形っていうのに興味を持ってた時があって、はいはいはい、自分も綺麗な胸の形が欲しいなって。で、外人さんって結構綺麗じゃないですか、胸の形が。うん、そう、プリンってなってるから、それを見たいがために何そのなんか。あれどうしたの？あれでも外人って大体何パーぐらい入れてますか？外人？放乳、放教。放乳？放乳じゃなくて放教結構いるんじゃない？ねえ、だからそう、だからそうですよ。やっぱりそういうの、たまにとんでもない違和感ある離れ方するときじゃないですか。すごいのがいるさ、たまに。とんでもないなんか防弾チョッキかってやつるさ。バレバレでしょみたいな。防弾チョッキ入れてる人いるから。こうですか？縦、こう長方形に。そう防弾チョッキですね。それは防弾胸じゃなくて、もはやそれは防弾チョッキだ。体に防弾チョッキ埋め込むやついるでしょ。いないでしょ。あ、みんな放教してたんだ。あれ、いや、でも見る人もいるんじゃないですか。ちょ、分からんよ、それは。いや、ここで明確にしちゃダメだよ。うん、そうそう。でも、違和感あるなんか形とかあるじゃないですか。うん、自然なこう揺れ方しないなっていうか、うん。あるね。でも、あれ、外人さんだから違和感なかったんだけど。うん、みんなそんな感じな人が多いから。見たらすぐ分かるよ。そうそうそう。へぇ、分かりますよね。日本人のやつがいいんだよ、一番。日本人がいい。日本人のおっぱいがいいんだよ。柔らかいのがいいのか、うん、最後に。ラッチと貸してごらん。いい確かめてみよう。確かめてみよう。ほら、高見今なんて言った？なんて言った今。外人さんの話ですよ。外人さんの。危ないな。聞こえたからね。貸せるほどないって言ってたよ。言ってないですよ。言ってたよ。誰が言ったのかな？ギャラリーかな？それぐらいがいいんだよ。そう、ずっとおっぱいの話したんだよ。え、ほんとだ。今日のテーマおっぱいですか？いや、コマンドの話だよ、俺は。あ、コマンドの話。コマンドのコマ送りの話ですよ。違う。そしたらストリートファイターのチュンリーの話するよ。あー、何それ。いやー、スタート足蹴りした時の。そうそうそう。一瞬見えるんだよ。あーってなる時の。そう、よくやってたよね。やってた。弟がやってた。やってた。これはやるんだよ。弟がやってた。全員やるよ、これは。全員やる。やってたかな。小学校の時でしょ、うん、そう、うん、あ、そう、めちゃくちゃやってた。見たことある、やってる人。あんまだからそこら辺のちょっと二次元じゃないけど、そこら辺あんま分かんないですよね、俺。なんで分かんない。二次元に、二次元と要はこのそのアニメとか、うん、そういうのにはあんま興奮しないですね。全然意味が分からん。ニヤニヤしないっていう。だってチュンリーの見ても結局チュンリーいないじゃないですか。いるやん、チュンリーは。チュンリーはいるけど画面上にいるだろ。現実にはいないやんけ。あ、でも俺ソーリー・アスカ・ラングレーにリアルに恋したからね。あ、でも分かる、それは分かるかも。分かる、うん、女の私でも。性格がですか？好き、なんだろうね、どこに似合う、ね、なんか性格もそうだし、うん、ビジュアルもそうだし、うん、
なんかもうすごい愛おしくてたまらなくなって、うん、なんでお前この世の中にいないんだって泣いたよ俺は苦しかったよ俺は。ニヤニヤしてくださいよ俺は泣いた泣いた話してるんですか。俺泣いたんだよ。ニヤニヤ通り越して泣いちゃったんだ泣いちゃったよでもどんな性格でした。なんかツンデレでしたね。ツンデレの走りでしたっけ。なんかねいつもねツンツンしてるけど、はいはい、すごくなんかそう不器用な感じで繊細で、あ実はいろいろと悩んでるっていうね。新宿になりたかった俺はえ俺は新宿になりたかった。ああその時の。そうえでも新宿君はアスカに恋してないですよね多分。多分そういう恋心も俺は泣きにしもあらずだと思う。あそうなんですか、うん、えあのレイでした、うん、レイですよね。レイにはちょっと違うのが芽生えてんじゃない。そうだね、ちょっと母性というか、うん、そうなの。でも最後だってねアスカと結ばれるんでしょ。えどうなんだろうね。あれ違うの。そうなの。まあ、最後あの、うん、ってなんでエヴァの話してるの本当だ今日ニヤニヤしてる話でしょそうなの。危ないこのまま俺最後までエヴァの話え、そうなの。それでいいんだったらエヴァの話。逆にレイみたいなちょっと口数少ないボソボソ喋る人はあんまなんですか、うん、あそれも好きだね。あ好きなんかよ。好きだよ結局エヴァが好きなんですね。ね、みんな好きだ俺は。女性が好きなんだ。女性が好きなんだサロの兄さん、はい、昔、妹のリカちゃん人形を、開脚したりした、うん、わー下手、ね、やったね下手。それは分からんかったけど。ああいう体勢にしたりね。あこういう体勢にしたり。ひどい。こういうの本当に嫌なんですよね。大事にしてる人からするとそういう扱いされるとめちゃもうごめんね。なるほどね。やっちゃうんだよ男性は、うん、ダメだよ。ニヤニヤだよ。ニヤニヤした話。チャラい AKB ファンさんと写真が、はい、また変わってるよりチャラくなでもたまにこんなのになってますよねこの画像ちょっと、はい、あそう、うん、今日もかチャラいっすね。うん相変わらずの、うん、でもしたかな。でもあれでもあそっかサウロさん変態でーすわかるわかるわかるわわかる。このあの本当にこれはムッツリは損する説を唱えたい。ムッツリって得しないですよね絶対。俺はでもしないと思うな。ムッツリっていうか要は、うん、そういうのを隠す人と、うん、堂々と言う人とどっちが女性としては印象いいんですか。あーなんかさっぱり堂々としてる方がいいかな。じゃあ俺らはいいですか。うん、あいいんだいいんだいいんだ。別に聞いてるだけなら全然。聞いてるだけなら。あーなるほど。もうそういう目で見られないタイプですね。要は 友達としても割り切られるタイプでしょうね。だから逆に言うそうだね。あケツ触ったら怒る。怒るでしょ。怒るでしょ。怒るか怒るか俺も触られたら怒りますマジな。はい、何でそこデリケートだこれ。かわいいだろ。男かいって突っ込みますよ。お前そこは触らせろよ。お前そっちの毛あるんかいって突っ込みますよ。ないけど触らせろよそこは。ダメでしょ。コミュニケーションでしょ。そういうこと。あケツダメなんだ。えコミュニケーションでケツ触るの男女の。そうだよ。へえ。三中三流。俺はすごい怒られたけど。怒られるでしょ。めちゃくちゃ怒られたよ。女子には怒られるんじゃない。すごい怒られた。怒られるよ、うん、ただ怒られてる姿を俺はニヤニヤして見てるかも。いいなっていいなって。怒られるキャラなんだと思って。怒られるんですもんね。要は逮捕されないでこう、ね、まあね、でもそうだよね。サンチェスさん許されるよね。そうそうそう、そういうの。前は一応どうにか許されたけど、うん、今怖いな、うん、前はもうサンチェスったらぐらいで終わったけど、うんうん、今はちょっと、ね、警察行こうかってなりそう。マジ怖いね。君警察行こうか警察行こうか君警察行こうか。そうなの。なりそうじゃん。あなるかなるか。なりますね。でも選び、なんか察知しそうじゃない、サンチェスの場合は。ああ大丈夫そうな人、うん、大丈夫そうな人選ぶよ。なんかあれだな。サンチェスさんは多分ニヤニヤしても許されるけど、うん、俺とバナさんニヤニヤしたら多分、うん、あの確実に、うん、あこの人変なことを考えてるな。真剣にちょっと危ない人だなって思われますよ。バナさんは特にそうかもしれない。じゃあニヤニヤした顔って本当に男の中で一番ダサい顔ですよね。ダサいね。本当にかっこよくない。なんか一番のなんかトップな気がする。ダサい、そのかっこよくない顔の中でだらしない。そうニヤニヤって考えてることがね、うん、そういう変なことだったりすると鼻の穴も広がっちゃうでしょ。どうかな。広がりそう。息遣い荒くなるってこと。あなんか、うん、プラス豚っ鼻って感じ。俺ふがふがしたらド変態じゃないですか。そこまで俺誰にもあの逮捕されないでそのままされるってこと。そうそこまで行くまで。それを見てニヤニヤしてるのかな。みんなもう捕まえるタイミングを待ってるのかよく分かるんですけど。ニヤニヤは下心なの。え、でもどうだろう。ニヤニヤ下心だけじゃなくてね、うん、俺もありますよ、うん、美味しいね、次ね美味しい料理食べるとか、うん、でも旅行行くとかでもねニヤニヤって感じする。それ要はそれが顔に出るパターンですよ。楽しい。それはニコニコに変わるんじゃないの。あでもいやそれはもうニタジーですよ要は、うん、そうだね、うん、ニタニタとニヤニヤの違いは
だから顔、下心のパーセンテージが違うってこと？だから、顔、だからその人の顔によるんですよ。だからその人がちょっとエロいのを見てても、顔が、に、あ、違うな、意味わからんな。それは、例え意味わからんけど。ニヤニヤをニタジーって言うんじゃないの？そうそう。あ、そうだね。でも、ニタニタとニヤニヤってあるさ。あ、そっか。その、パーセンテージが俺気になる。あー。口開けてたら、ニタジー？口閉めてニヤニヤしてたら、何ですか？何ですか？ニコニコ、ニコ。ニヤニヤ。ニコニコはもう下心ゼロやし。鼻息が出て、鼻大きくなって鼻息が出たらド変態。もうどうなんすか？どうですか？でも極限までいったら笑わんよね。極限までニヤニヤしたら。極限まで例えばその下心がマックスなって、マックス興奮したら俺は笑わないと思う。まあまあ、最高潮に達して静かに。表情と思う。静かに。そうそうそう。あ、地獄か。ギュンって言ってるから。地獄かじゃねえ。確かに。もう。最低だな。普通に無表情でなんかそういうことしてそう、うん、なるほど。サロお兄さん、アダニアニタ、ん？アダニアニヤニヤ、ただのダジャレですね。ただのダジャレですね。早口言葉みたいだね。アダニアニヤニヤ、アダニアニヤニヤトリがいる、はい、みたいな。アダニアニヤニヤ。ということでこんな感じでどんどんですね、ニヤニヤでテーマお待ちしております。CM の後は月1コーナーのぐちょぐちょになりますのでよろしくお願いします。あら、もう言ってた。あ、いいね、今の入り方、うん、すごいな。ニヤニヤはニタニタはあれじゃない、もう本当にもう気持ち悪い感じじゃない。なるほど。ニタですか？ニタよだれ垂れてそうな感じ。俺よだれ垂れてニヤニヤしたの本当にやばいと思うんだよな。ニヤニヤは全然ニヤニヤしてるけど、ニタニタはホタルイカですか？なんだこれ。今会話ぶっ壊しにかかってた。体ぶっ壊しにかかってた。止まった。止まったでやろう。なんか話そうとしたんだけど忘れちゃった。何だっけ。じゃあ次のコーナーがあるんで、愚痴のコーナーですよ。そうだよ。そうだよ。愚痴ねえな。え？チーンって何？今日使ってないね。あ、そうだよ。さっきでも使おうとしたでしょ。そうだよ。でも俺久しぶりにハンマー使われましたよ。うんうんうん、申し訳ない。いいね、いいね。どんどん使って。タイミング間違えたけどね。今日メール来てないや。5、4、3、2。はい、始まりました。皆さん、月1コーナーサンチェスのぐちょぐちょのコーナー、愚痴が溜まってぐちょぐちょのあなた、愚痴を分別してみませんか。必殺ディスカバリーリバティー。耳痛い。はい、こんなこと気になってる、これおすすめだよ、これマイブームなんだよね、新たな発見で人生を変えてみませんか、もっとポジティブなことをしませんか、目から鱗の掃除方法や風の音を改めて聞いてみませんか、人生は素晴らしい、生きてるって素晴らしい、良き還暦を迎えようのコーナー。今日でしょ。ディスカバリーリバティのコーナーです。そうなの？変わってるよ。あ、変わったの？変えました。びっくりした今。しかもなんかキャラクターもおねえになっちゃったけど大丈夫。あ、そうなんだ。ディスカバリーリバティのコーナーです。あ、面白そう。何それ。まあ、なんか新たな発見をして、うんうん、普段の日常をちょっと変えて還暦を迎えませんかっていうコーナーですね。なるほど、だからディスカバリーと。そうです。あ、なるほどね。ディスカバリーリバティです。へー。で、例を出してもらっていいですか。例えば例ですか。例っていうか、だって急にどんな風に、どんな話か分からない。固まってたけど今、今3人あなたのコーナーです。そうです、僕のコーナーです。他人本位ですか。違いますよね。違いますよ。はい、まあ最近なんか、うん、新たな発見とか、うん、いろんなそういうことをもっとちっちゃい些細なことに、うん、なるほど、目を向けてみましょうと、はい、思って、はいはい、風の音を聞いたり、いいね、虫をちょっと背中に這わしてみたり、うん、あ、網戸を舐めてみたり。しょっぱいでしょうね。しょっぱいね。そうそうそう。しょっぱいの？しょっぱいでしょ。舐めたことあんのか。いや、なんか匂いがね。すごいね。そう、まあ、そういうなんかくだらないことをで楽しめればいいかなと思って。なるほど。いいね。まあ、いろんなマイブームとか、うん、まあ、もういろんなコーナーですこれは、うん、はいはい。で、最近自分がマイブームになってるのが、うん、読書なんですよ。ほう、意外でしょ。意外ですね。意外でしょ、読書って、はいはい、漫画じゃなくて。漫画じゃないの。お、何でね、今日本持ってきたんだよ。急にキャラ変わったの、ね、違う、前までこうずっとネガティブなコーナーだったでしょ。そうだね、はい、でしょ、うん、はい、でもちょっとポジティブなコーナーやりたいと思ったの。誰だろう、うん、誰だろうね。だから読書してみたの私、はい、すごいいいね読書って、うん、こんなに人生が変わるんだって俺思った、そうなんだ。例えば読書をしてない前のサンチェスは、はい、ひたすら携帯をいじくって、なるほど、ツイッターでなんかおもちゃを検索してみたり、はい、X ビデオ見たりとかヤフオク見たりとか。X ビデオ
まあそこは触れないでもらっていいから、はいはい、まあ携帯を触る時間が多かったわけ。なるほど、うん、でも本を読んだら、はい、1日の終わりだいたい5時6時になっても、うん、充電が残り 80% あるみたいな、うん、俺全然今日携帯触ってないみたいな、はいはい、携帯触らなくても生きていけるやんと思ったわけ、うん、そうですね。そう、そこで読書してるんです今。はい、まあこれはまあもう最近話題のね、はい、小説、はい、君の名はなんですけど、あ、これか、あ、なるほどね。そう、最初そういう入り口がいいですよね。そう、最初入り口がまあ、ね、そうだね、いいね、これはね、本当によ、ちょっと読んでいいですか。え、いやいやいや、あ、キャッ、奥寺さんと別のウェイトレスさんが声を上げた。そのスカート、え、上半身をひねって自分のお尻を見下ろした奥寺先輩の顔がみるみる赤くなった。あ、いいでしょ、こんななの。あ、ここはまあただ開いたところがそうだったんですけど、絶対そうでしょ、そういう内容はないです。抑えてたでしょ今、絶対、うん、そういう内容はないです。なんかもう、小説みたいになってたけど、まああの映画から入ったっていう方も、あ、いいですね、ぜひ一度小説を読んでみて、うん、まあ、このいろんな情景を言葉にして頭に入れてみませんかっていう、いいね、この行動が、うん、そのなんていうんですかね、映画を見て映像を頭で作るじゃないですか、うん、小説読んだらよりその情景が頭に入ってくるっていうか、うん、この小説君の名はプラス、うん、君の名はアナザーサイドアースバウンドってやつがあるんですけど、まあ、アナザーストーリーみたいな、うん、はいはい、これも非常に、まあ、このミツハのね、主人公のお父さんの心境とか、うん、主人公の妹さんのあの時何をしていたんだとか、うん、あ、そういったいろんな状況が読めるから、いい、ね、ぜひ小説を読んで映画を見て、うん、小説を読んで映画を見て、君の名はアナザーサイドを見て、また映画を見てください。あ、面白そう。たまらんよ。へぇ、新海さん、聞いてますか。スポンサーよろしくお願いします。監督の、そう、すごいんだよ。でこの人、本を読むってこと本当にいいことなんだよ。そうだね、なるほどね。しかもさ、これ何ページだろう、全部で、うん、何ページかな、もうこれ別に普通ですよね、この厚さ。まあ普通の厚さ300ページぐらいしかないんだけど、うん、まあ 2,3、まあ、時間で読めちゃうわけ。そうだね、うん、これ読むことで自分普段気づかなかったことに気づけるようになったりとかもあるってことですね。またこのいろんな作家さんの表現の方法が違うさ。そうですね。そのいろんな、まあ、夏目漱石やら、まあ、いろんな人いるじゃないですか、はい、いますね。それを読んだ上で、うん、散歩するだけでも違うんですよ。なるほど。全然その捉え方が違うっていうか、ただ砂利道歩いてるだけでも、うん、今までただジャッジャッジャッだったのが、はい、読んで歩くと、うん、ジャジャッジャンジャジャンジャジャンに変わるんですよ。マリオ、マリオ、そうです。マリオに変わるんです。ゲーム入ってきた。めっちゃマリオに変わるんだ。電池入ってますね。普通の散歩道がステージに変わるんです。なるほど。ああ、そこは新たなステージなんです。何なんだ。あなたはマリオなんです。あなたは。は？あなた方はマリオです。話の着地点がよくわからないから。あなた方はマリオになって、はい、新たなステージをクリアしていって、はい、人生を切り開いていってください。マリオどっから入ってきたんだろう。まとめこれ？はい。で、あと一冊おすすめの本があって。マジかよ。アルケミスト。夢を旅した少年っていうのがあるんですけど、いいすね、はい、パオロ・コエリアっていう人がね、うん、書いてるブラジルの人なんですけど、はい、まあ、この本と出会ったのは2012年6月2日に出会いました。なんででしょう。お父さんからプレゼントされた。おお、なんか意味があるんですね。まあ、なんかこっちいろんなお父さんからのメッセージが、メッセージがかっこいい。スペイン語で書いてあるの全然読めないんですけど、どういう話、1ミリも読めないんですけど、勉強しなさいってことじゃないか。ヒロキ、これを読みなさいと、はい、これを読んで、うん、いろんな感性を広げなさいと、はい、うるせえ親父この野郎と、うん、こんな本読まねえよって言って、うん、ずっと本棚にこれは隠れてたわけですよ、うん、で最近この君の名を通して、うん、本読むこと面白いなと思って、なるほど、アルケミストを手にしたら、はい、まあこれがいい、あら、あら、こんないい本ないぞと、夢を追い続ける少年がね、はい、夢を諦めない心をずっと持って旅をしていくんですよ、うん、で鋼じゃない錬金術師に会うわけ。あ、ちょファンタジーな、そうそうそう、ちょっとファンタジー入ってるんだけど、はいはいはい、鋼じゃないよ、うん、普通の錬金術師と出会って、はいはい、まあ、旅をしていくことで、うん、自分の夢を掴んでいくっていう話なんですけど、うん、まあ、これ読んで俺もいろんなことチャレンジしようかなみたいな。なるほど、いいね、いいね、まあ、しおりはびっくりマンなんですけど、本当だ。しおりはびっくりマンってこだわりがあるんです。ところどころ前のが残ってる。あ、いいですね、それは、そういうの、うん、ぜひ皆さんも、うん、まあ、1週間に1冊でも、うん、1ヶ月に1冊でもいいから、うん、本を読んでください。そうですね、素晴らしいですよ本。あ、はあ、なんかヒトミンの新しいコーナーといい、はい、サンチェスさんの新しいコーナーといい、この番組の方向性を変えようとしてる、はい、なんかちょっと何目に入っていこうかなと思って、みんなそれぞれが学びたい欲が上がってきてる。俺は絶対ブレないぞ。負けねえからな。妄想とラッパリで行くからね俺は。
絶対に、まあ、こういうのもいいかなと思って、まあ、そうですね、いいね、まあ、今のただ俺のマイブームが読書なだけであって、まあまあね、ディスカバリー、まあ、これが何かに変わるかもしれんし、うんうん、でもこういう話好き、まあ、いろんなみんなの発見をちょっと引っ張り出していければいいかなと思って、うんうん、そうだね、そうですね、そう、それを元になんかこっちもなんかね新しい発見があるかもしれないし、うんうん、なるほど、読んでください本、読もう、素晴らしい、あ、いいですね、楽しい、ブックオフ最高、ブックオフ最高、だからなんか話の展開仕方がそれるんですよまとめがそれるんですよ、だからマリオになりなさいとか、だからよ、まあ、マリオになった方がいいんだよ、人生はどっから入ってきたのマリオ何個も起承転結の結を言うんで、何を最後に伝えたいかがもうわけわかんない、じゃあ最後に伝えます、はい、うん、マリオになりなさい、読書しなさい、だから読書しなさいでしょ、読書でしょ、マリオ、テーマテーマ、入り口読書から入りました、任天堂最高、違うわ、何も語れないじゃんこれ、雨の日は、はい、マリオ、マリオだね、雨の日は結局携帯いじんのマリオして何の話、読書して、はい、雨に当たる、はい、傘に当たる雨の音を聞いて、はい、コーヒーでも飲んじゃってください、意味が分からん、本当にすげえ人生変わりますよ皆さん、変わりますね、でもこんなにね、でしょ、いろいろあったらって俺がまとめるの俺がまとめに行くの前町、あ、なるほど、さっき思いついたコーナーだから、あ、いいですね、でもこんな、まあまあブレブレなんだけど、はいはい、まあ一応こういう、うん、自分が発見した新しいことを伝えていける情報局みたいな、いいねことをやりたいなと思っていいね、もういいですね、このコーナーだけはもうおちゃらけないでさ、なんかおちゃらけたい、いやでもおちゃらけてましたよ今どう見ても、いや俺なりにおちゃらけてなかったよ今日、あの真面目に行こうとして最終的におちゃらけたいっていう欲が負けておちゃらけるじゃないですか、ね、なぜバレた、いやどうでしょう、いや最初は本当に真面目に行こうと思ったわけ、うん、砂利道ステージらへんからちょっと、うん、怪しいですね、違う、この人生は狂ってきたんだそうなってボケた後に冷静もう一回戻ろうって戻りますよねっていうのを3回繰り返しましたねこれが人生なんです、なるほど、わかる、下手くそ、手探りなんですみんな手探りで、まあね、なるほどね、そうそうそう、でも何か見えてくるんだよ、そうだよ、いろんな回り道しながらいろいろ拾って成長していくんですよね、そうです、まとめてくれてありがとうございます、うん、これがディスカバリーリバティですいいね、なんかこれ好きかも私このコーナー、あ、マジで、うん、楽しみ、なんかまあ次いろんな、まあ、読書本でもそうだし、うん、なんかおすすめの映画見て俺はこう感じたよとか、いいね、こういう感じで俺は考え方が変わったんだとか、うん、そういう何かがあればここで言いたいなと思って、うん、そうだね、あ、素晴らしい、あ、いいと思います、面白そう、私も本読もうにもどんなのを選んだいかっていうのがさ、ちょっと分かんなかったりするんで、ね、こっから入り口にして読めたりしたらいいかもしれない、うんうん、ぜひ読んでください、うん、本は読めますよ、いろんなジャンル多分ね、みんな多分違いますよね、うん、読むジャンルもね、そうだね、結構、うんうん、サスペンスでもいいし、うん、あ、自己啓発でもいいし、うん、ノベルティでもいいし、自己啓発ね、うん、何でもいいんだよ、うん、なるほどね、やってみて、はい、やってみる、以上です、はい、ありがとうございました以上私のコーナー終わりです、楽しかった、はい、マジ、うん、名前良かったけど、この君の名は読んでみたい、あ、これ読んでみてマジで、うん、これ面白いから本当に新海さんいいね、もうちょいやるからね、早かったねコーナー早く終わるの、うん、あ、まあでも、うん、ちょっと早かったな、メールね、いつ来てるんで、あ、本当だ、何ですか、空気変えましょう、流れを、はい、うん、ラジオネームマサキンキッズさん、あ、いらっしゃいませ、久しぶりですね、マッキーさん、はい、マッキーさん、はい、ありがとうございます、ポポポ、最近ドラゴンボールのフィギュアを 見ながらニヤニヤしてます、え、いいね、部屋がフィギュアだらけです、いいね、うん、皆さんフィギュアとか集めてますか、あ、集めてますよ、ほら集めてますよ、これサンチェスさんが大好きなやつだドラゴンボールあんまり持ってないんですよね、うん、孫悟空しかいないです、あ、そうですか、孫悟空の20年ぐらい古い前のフィギュアで、うん、あんまり腕が稼働しない、うん、クオリティが低いフィギュアを持ってますそれなんで今もその時買ったんですか、ちっちゃい頃買ってもらって、あ、なるほど、それをずっと大事に持ってるんですね、へー、まあ、クオリティは低いけどやっぱ当時のね、うん、そのクオリティってやつがあるさ、はいはい、逆に俺は古いそのちょっとちょっとなんか、なるほど、なんだろう、うん、砕けた感じのデザインが好きだから、はい、うん、古いやつ大好き、あ、でもなんか味があるよね、味がある、古いやつの方が分かる、本当によ、フィギュアはよ、うん、何時間でも見てられるんだよ、へー、マジですか、もう仕事行きたくないのに仕事この部屋にいたいってなる、あ、あ、そっか、見れば見たら、あ、あの時買ったやつだと思い出があるから、ね、全部思い出があるから、ね、あ、なるほどね、たまにあるよ、何これってフィギュア、あ、なんで買ったかとか、なんだこいつみたいなやつもあるけどはいはい、今日のテーマフィギュアですか、違います、あ、違います、あ、でもニヤニヤしてるんで、そうだね、そうそうそう、フィギュア、
あ、フィギュアっていうのかな、あれなの、ちっちゃい時に仮面ライダー、はい、のにこのあれフィギュアか、うん、うん、はい、あの塩ビの祖父ビね、に祖父ビっていうの、うん、はいはい、塩ビ塩ビ版違いますよね、塩ビじゃないか、あの柔らかいやつでしょ、あ、祖父ビ、はいはい、なんかこれすごい全部末揃いあったんだけど、これをなんかお家片付けするっつってフリマに出したら、うん、はいはい、多分マニアの方が、そうですよ絶対、こんなに安くでいいのっつって全部ごっそり買ってってくれて、まあ、絶対買うでしょうね。その後何でも鑑定団で同じようなやつが出てたんですよ。えポピーのやつかじゃあ。超高かったんですねこれが。え20万とかですか。だから損、すごい損したこ思い出があるフィギュア。知識がねあったら、あったらね。そう、その時はねまだ小学生でだし母親もね、うん、子供のおもちゃだからって、うん、はいはい、処分しようだったけど、その人死にニヤニヤしたはずな。だはずでしょうね。これこれなんでいいわみたいな。涙目になって喜んでるんですよ。いいの？いいのって。いやそうでしょう。知ってる人はね、うん、その人だけだからね、嬉しかったんだ、喜んでもらえたらいいけど、うん、俺多分ダメって言うはずすいませんちょっとこれこれ売り物じゃないんですよって何出してんのだから一回出してじゃあそういう反応されたら、うん、あこれもしかしたら高いのかなって思うさかなって、うん、あで言ったらちょっと一旦回収して、はい、ネットで相場調べてからまた売りに出したいと思います、うん、どうぞ。多分その人はまだ優しいようですね。本当にやらしい人は多分何も言わずに買うと思いますよ。そうだね。で圧倒的に持ち帰ってうわーってニヤニヤしてるパターンですよ、うん、だそれでもまだ優しいですよほら気づかそうっていうか、そうもう多分本当にすごすぎて出たんでしょうね、うん、ニヤニヤが、そう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 、もう興奮がもう出てた、ね、出てた、うん、どうなるんだろうね、これいいのこの値段でダメですって言われたらああですよねってなるのかなどうなるんだろうね、どうなるんだろうね、ちょっとでも出してからどうにか交渉しようとするんじゃない、うん、そうだったらお金払った後で言うからねお金払った後で、うん、はい、ありがとうございました、これいいんですか本当にいいんですかこれ、いるいるそういう人、うん、じゃないと危ないから。なるほどね、いるわ。あ、コメント来てますねいっぱい、ハッチーさんから、ハッチーさん、アキラの金太と違うでしょ、金田金田そんな読み方するんだ、金太って嘘でしょコーナーコーナー改めてね、英熟語のコーナーもう二度と金太二度と語らないで、アキラの金太、金太さんニヤニヤしていいっちゅう、一応全然にあのダサいけど顔ニヤニヤするしかない、わざとわざと金太とわざとひでアキラの金太とアキラの金太とごめん読めあの金太でしょあの金太ね、読めないもん、読んだよ金太キーねアキラの金太と、うん、グレンラガンのフィギュアならあるよって、おいでグレンラガン、何グレンラガンって金太のフィギュアいくらぐらいですか金太のフィギュアはね数量限定でしょ、見たことないですよね、金太あの金太バイク欲しいよね、金太バイクいいよね、金太バイクなかなかないはずよ金太バイクは、あーいいですね、なるほどこれ新しいやつね、アキラの金太があの金太が肩のシャリン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 ってあの火花散らしてるそうそうそう映像いくらぐらいで言ってるの、いやエンディング近くなったアキラの金太今日一だね、はい、上野さん、はじめましての方いらしてますけど、あ、本当だ、ありがとうございます、ポポポポポ鹿児島からですよ、へぇ、すごいね、え、どこに書いてます、ほら、上野さん、行くぞ、1、2、3、ダーということで、よくわかんないけど、あ、終わりはい、ということで、うん、F 麦の1から 79.7MHz でお送りしております、A びっくりラジオ、エンディングが近づいてまいりました、はい、今週の地上ポル大丈夫か今日ですけども、はい、A ビックから商品券1000円分を3名様にお送りします、yeah. プレゼント希望の方は avic@fmginowan.com にお名前住所プレゼント希望と書いて送ってください。そしてですね、うん、今回55回目ということで、あ、そうか、ちょっぴりだけ特別プレゼント A ビックから持ってきましたよ。何ですか、はい、てて怖いんだよなバナさんからのプレゼントって、人工芝、うわ出た、30センチ四方、1名様、プールにあるやつだ、プールに、はい、これ使えますね、これあの車のダッシュボードの上とかに ね、携帯置くときとか、そうそうそう、おでかっ、絶対滑らんからね、これ、はい、使い方次第、はい、なのでぜひプレゼント希望と書いて送ってください送ってください、はい、先々週呼びかけてたプレゼント、うんうんうん、はい、シグナスさんにですね、しゃもじ、はい、立つしゃもじ、立つしゃもじ、はい、希望ということで、はい、今日おめでとうございます。プレゼントです。おめでとうございます。全然わからんぞ。見たでしょ。休んでたんだ。全然わからん。そっかそっか。他に余ってるんですか。うん、あ、全然余ってるよ。え、はい。
タツシャモジ余るんすか。タツシャモジと、あ、一番最初に売れたんだタツシャモジが。カロリー測れるシャモジと、と、はいはい、ションベン小僧のドリンク、あの、はい、コップっていうかね、ドリンクサーバー、サーバー、うん、ションベン小僧のドリンクサーバー、はい、一番最後に余ってんだね、いろいろあったんだねきっとぜひまだあるので、あの、うん、欲しい方はぜひぜひお願いします、応募してください、はい、残り2分半でございます、ね、はい。じゃあ、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、次回のテーマのお時間です。やっぱりラッパリさん、カモン。こんばんは、こんばんは、やっぱりラッパリだよ。元気でしたか。声低い、ね、誰だろう。今日はね、ヘリウムガスがなくてね。金田さんでしょ金田さんでしょ今日やっぱりラッパリじゃなくて金田さんでしょ。誰ですか金田さんって弾いてください。あ、俺が行くんですね。そうですよ。やっだ、出ました。黒い人参が出たということは次回のテーマ、やばす、やばい、やばい話送ってきてください。やばす、人参を戻してください。声、はい、声がやばす。さよならラッパリさん。はい、はい、次回のテーマ、やばい話。そうそう、ニヤニヤした話からの ね、やばいね、やばいってテーマだからね、うん、あ、言ったっけ、しりとりになるって、うん、あ、そうですね、そうそうそう、ご存知の方もいるかもしれないですけど、はい、先週からあのしりとり形式になっておりますテーマが、はいはい、ニヤニヤからのやばい、やばい、次いいか、いい、再来週はいい、ね、で、あの視聴者からも募集したいと思いますので、はい、いいから始まる何か、はい、言葉があれば送ってください。そうだよ、先週いっぱい来てましたけど、うん、あれから拾った方がいいですよね。ああ、うん、そうなんだ、拾いましょうじゃあ、うん、そうね、今度からちゃんと拾いましょうかね、もしかしたらね、うん、仮装してるかもしれません、うん、ね、10月が最後の週なので、ね、なので、うん、もしかしたらですけど、うん、お楽しみにしていてください。私注文しました。ほう、はい、うん、オッケー、メルカリでいい、ね、はい、では、はい、お送りしたのは、あ、これもうあれ、俺でした。あ、俺か。ここでくだらんで、はい、30秒、はい、はいはい、この後はアニマル兄貴のクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで、引き続き FM ギノワンをお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ、良い週末は。さよなら。あれ、最後誰ですか。あれ、知らなかった、最後やってなかった、最後やってなかったのか。そうかもしれん、ごめんなさい、話に夢中になって。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、でももう金田で、テーマ金田って言ったら絶対受けたのに。テーマ金田がよかった。金田で、あのまま金田って言ったら、ツイキャスが盛り上がった金田。あはちさん、金田、ありがとうございました。バイバイ金田。金田、またね。金田ひどかったな。金田はすごいな。びっくりした。金田はびっくりしたわ。まだちょっとだよ。嘘つくな。いや、もうあれ、金田すか、金田すか、金田すか、金田とかでもいいと思います。まあ、金田は、金田はない。金田か金田ならわかるけど、髪が降りた。金田、アキラの金田だ、どうぞ。今来るんかい。金田って、あれ覚えて、金田ですか、アキラ。金田金田、あー、ペン忘れないと。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。パパ忘れないと。お疲れ様です。お疲れ様です。